夢のような感じで見えたのね。不安の時はもう全然違ったね。人生ゲームのおもちゃのお金があるでしょ、それ持たされてガソリンスタンドでまんじゅう買ってこい。バスで泣いてるとバスで泣くな、外で泣いたら外で泣くな、トイレ行ったらトイレで泣くな、実家に石投げられたりとかね、泥棒にも入られてるし、車壊され、バイク壊され、自転車壊され、嫌われるためにやってきたから、その頃ネットがあったとして、バカこの野郎死ねとかって書かれてても喜んでたと思う。逃げなさい、どんどん逃げちゃえばいいのに、嫌だったらやめちゃえばいいのに。それは負けではない、うん、負けじゃないよね。逃げるのが負けじゃないと思うよ。そこで笑えたらいいんだから。さあ始まりました、高松7チャンネル。本日のゲストは女子プロレスラーのダンプ松本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごきげんよう。どうもよろしくお願いします。お願いします。ごきげんよう。嬉しいです、やっていただいて。このチャンネルではですね、いろんな方にゲストに来ていただきまして、ね、一つのテーマについて深くお話しをお伺いするということをやっています、はい、今回はですね、まあ、いじめと誹謗中傷についてお伺いできればと思っています。はい、うん、ダンプさんはどういういじめに遭われてたんですか。自分の場合はいじめって言っても学校でいじめとかどうのこうののいじめとかじゃなく、プロレスラーの中でのしごきのいじめだからちょっと違うんだよね、あの普通のいじめっていうのとは。何回も100発投げをやられるとか、立ち上がっちゃキックされてやられたりとか、そういうようなよくやられてましたけどね。それは練習方法、練習方法としての一環ではないんだけど、多分先輩たちの暇つぶしじゃないかなって自分は思うんだけどね。過剰に練習をさせられるっていうようなことってことなんですか、うんうん、具体的な。そう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 、その頃は水も飲んじゃいけない、トイレまでもついてくるしね、トイレの水飲むんじゃないかって手洗ったりするところでね。やっぱりあのいじめる方もいじめやすいタイプ、いじめづらいタイプっていうのがあって、いじめやすいタイプの方に入ってたんで、よく自分と 2,3 人あとはやられてましたけどね、うん、だから全然いじめられたことのない同期の人もいるわけ。そうなんですね、うんうんうん、それはなんかきっかけがあったんですか、ダンプさんがいじめられて。いや、どんくさいからじゃないの、やっぱり、うん、太ってればやっぱりあの痩せてる人よりマラソンはできないわ、縄跳びは跳べなかったりは、差が出るでしょ、うん、それによってお前は適当にやってる、ちゃんとやってないっていう感じでいじめの対象になる。だけど会社のマネージャーが練習する時には、大きい人はこういうのは得意だけどこういうのは不得意、マラソンとかは不得意だけども、でも寝技になれば抑え込みとかだったら体格がいいから強い、ちゃんと練習方法を考えてやってくれるけども、先輩たちっていうのはそういうのはわからないんじゃないかな多分ね。だからみんなができてるのに一人だけできないと、お前は休んでるんじゃないかとかって思われたんだと思う。周りの人はそれは助けてくれたりしない？助けない助けない。下はだって先輩には逆らえないからね、丸を×って言われても×って言わなくちゃいけない世界だから、全然助けられないし、先輩たちは先輩たちで、あんたもうやめなよって言う人はいないね。ただ救われたのも自分たちは同期が多かったし、いじめられてるのが自分だけじゃなく他の人もいたから、先輩たちの悪口を言ってストレス解消してた。小さな抵抗じゃないけど、やり返さなくちゃねって言ってご飯作ってって、カップヌードルとか頼まれるのね、お湯入れてきて、その時にペッて唾入れたりとかして、小さな抵抗はしてましたけど。リングの上だと先輩後輩がないのね、いくらでもやり返していいから、だから絶対強くなってやり返してやるぞ、こいつをぶっ飛ばすまでやめないぞって思ってたんで、よかったのかなっていうのもあるんだけどね、少しはね。今となれば殴られたりもするってことなんですか。喧嘩みたいにえいって殴る、そういう暴力っていうのはないのよ。リングの上でプロレスやる自体が暴力だみたいに、ほらやれるからね。リングの上でちょっと過剰に練習をさ、うんうん、そうそうそう、監督とかコーチみたいな人が怒ったりしないんですか。怒らないね、知らないんじゃないかな、いない時だからね。ネチネチしてるのは、自分がやられたのはガソリンスタンドでまんじゅう買ってこいとか言われたりとか、人生ゲームの千円札みたいなおもちゃのお金があるでしょ、はい、それ持たされてスタンド行ってまんじゅう買ってこいって言われたりとかね、もう怖くてやれませんっていうのーっていう言葉が言えなかったから、スタンド行ってすいませんおまんじゅうくださいって言って、先生ってうちはスタンドだ、まんじゅうなんか売ってるわけないだろうって言われてる時の姿をバスで先輩たちが見て笑って
ってストレス解消するっていう。旅が何しろ長いわけよ、はい、30日間旅行ってたりするから、結局今思うと先輩たちの暇つぶしで笑いたかっただけなんだろうけどね。毎日涙されてたっていうことをなんかお伺いしたんですか。そうね、泣いてたね。バスで移動するんだけども、バスで泣いてるとバスで泣くなって怒鳴られて、外で泣いたら外で泣くな、でトイレ行ったらトイレで泣くな、どこで泣けばいいんだって、だから泣くなっていうことなんだけどね、怒鳴られて怒られてましたよね。それが毎日だけどね。いやそれ辛いですね、よくそんなにストレスを抱えながら、いじめられながらやめられなかったです、ね、プロレスが好きだからだね、やっぱりね、強くなってっていうのがあるよね。なんでそこまでしてプロレスをやりたかったの。お金持ちになりたかったからかな。うち貧乏だったんで、お父さんが働かないでね、お母さん一人で働いてるから、兄弟二人なんだけどのために一生懸命働いてるから、美味しいもの食べさせてあげたいとか、洋服買ってあげたいとか、そういうふうに思ってでプロレスラーになりたい。プロレス自体にも魅力を感じてたし、それが全部重なったって感じかな。入ってみてどうでした、その夢のような感じで見えたのね、はい、不安の時は雑誌とかに書いてあって、普通の OL さんよりも給料はいいし、毎日いろんな地方に行ってその土地その土地のものが食べれて、観光気分で行けて、雑誌とか見るとそういう感じだったんだけど、もう全然違ったね。こんな大変なところなんだ、楽しさの他もないなっていうぐらい大変だった、でも何千人の中で受かってるわけだから、辞めても行くところないし、最後まで、頑張るしかないなっていう、とりあえずお母さんに何か食べさせてあげたいっていう気持ちが強かったかな。そんな憧れてた団体でいじめを受けるっていうのは まさかっていう感じ。そうね、でもみんなそうだったっていうのを聞くからね、みんなこれを乗り越えてきてるんだ、そういう世界なんだなっていう感じかな。どうやって乗り越えたんですか。耐えるしかない、自分が強くなればいいだけだから、リングの上ではやり返せるわけだからね、思いっきりぶっ飛ばせるでしょ、こんなやるぞパーンってやれるわけだから、それが強くならないとできないからね。新人だと先輩に殴ろうとしたって避けられちゃうし、止められちゃうし、だから何しろ強くなりたい強くなりたいってずっと思ってたからね。そのままやめちゃったらいじめられゾーンになるでしょ、やり返してからやめたいって思ったんでね。当時の自分にもし会えるとしたら伝えたいこととかってあります。もうちょっとだから頑張れっていう1年頑張ればいいわけだからね。あ、1年でこんな変わる。下が入ってきたら下に行くから、1年頑張ればいいのだからね。よくね、下の子が辞めたいとか言って言うと、もう下が入ってくれば大丈夫だから頑張って辞めないで耐えなさいってよく言うんだけどね。リング片付け、リング作りにしろ、椅子並べとか、そういうこと、会場に行ったらそういうことやらなくちゃいけないの。先輩たちの荷物を運んだりとか、そういうのもみんな下がやるから。でも徐々にこれが楽になっていくからね。それはでも辛くなかったですか、自分が先輩になってて、でも一個下の子とかいじめられてるわけですよね。耐えないで辞めた人は伸びないんだなと思うから、頑張れ頑張れって思うしかないよね。ヒール役としてなってから、日本中からそういう誹謗中傷が来たんですか。だから自分はあの嫌われるためにやってきたから、嫌われることしか考えてなかったわけだからね。バカ野郎とかどうのこうのと文句言われれば嬉しくてしょうがなかったから、今はネットでしょ、みんなの悪口書かれたりとか。うちらの時はそういうのもね、もちろんスマホだってパソコンだってなかったから、ダンプしねえどうのこうのっていうの、手紙もらうだけだから、手紙は自分で読めで思うだけであって、読まなければ捨てちゃいだけだから。今の子たちはね、ネットだとやっぱりみんなが読むから、そっちの方が神経的には辛いんだよねきっとね。自分がもしその頃ネットがあったとして、バカこの野郎のところお前なんかしねえとかって書かれてても喜んでたと思う。嫌われることをしてるわけだから、それが自分の仕事だと思ってたからね。実家に石投げられたりとかね、泥棒にも入られてるし、車壊され、バイク壊され、自転車壊されとか。それもダンプさんのものって分かってて嫌われてるからってことですか。ふざけんなと思うけども、そんだけ自分が嫌われてるからだ、自分がやってることが正しいっていうか、そんだけ自分は頑張ってるんだと思ってたから、やったって喜んでたけどね。
ご家族も大変だったんじゃないですか、うん、そうすると、うん、親はかわいそうだったよね、周りからね、そういうふうに言われてるとね。ベビーフェイスっていうか、いいものの方の親は試合会場に来てもみんなファンの子がキャーとかって言って色紙持ってきたりとか写真撮ったりしてるけど、自分の親はコソコソして見なくちゃなんないでしょ、ダンプの親だってバレちゃうのが嫌だから。それはかわいそうだと思ったけどね、仕方ないことだから。でもそれは、うん、お母様からやめてほしいとか言われたこととか、それは言われたことがない。全然ない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 ね。言われてもやめないし、うん、すごい応援してくださってるんですかね。いや嫌だったと思うよ、うん、応援はしてなかったと思うよ。だからやめてから分かったみたいだけどね、悪役がいないとベビーフェイスってが目立たないんだねっていうのは。ただ家にサインくださいとか近所の人が来たりとかするわけよ、うん、来ても自分は色紙をこうふざけんな家まで来るなって投げ飛ばさなくちゃなんないのね。そういう時は嫌だったみたいだけどね、そんなことしなくたっていいじゃないって言って、でお酒持ってすいませんでしたって謝りに行かなくちゃなんないって言ってたから、それは嫌だったみたいだけど、でも自分としてはリングを降りたらダンプは優しいんだって思われたら困るから、いつでもどこでもダンプは怖いって思われるために、人の前に出た時は常にダンプ松本でいた。それはなんでダメなんですか。ヒールでやってるのにダメでしょ、うん、優しくちゃ怖がられないよね。自分の精神壊れないんですか。でも仲間内でずっと遊んでたりとかして、うん、飲んでたりとかしてたりね、ヒールはヒールで固まったりしてたから全然それは平気だし、だって嫌われることをやろうと思ってやってるわけだから、うん、客側に嫌われれば嫌われるほど嬉しいわけよ、うん、やってること間違えてないんだっていう感じで、だからワクワクしてくる、うん、そこがブレたことはないんですか。ないね。あ、うん、それはすごいですね、うん、生きれるの。女の人子たちがね、子供たちがキャーって泣くでしょ、うん、そんな中にたまにぽつりと男の子が泣いてるとね、やったいつかジジイを泣かすぞとかって思う感じにみんな変わるからね。なんでその最初ヒールの方がいいと思ったんですか。もちろんあのビューティーペアに憧れてたからね、ジャッキーさんに憧れてからベビーフェイスの方がいいんじゃないのとか会社で言われたりとかしてたんだけど、ベビーフェイスっていうのは人気者になる人はスラッと細くて可愛かったりかっこよかったりしないと人気者には絶対ならないのね。もう自分はその時からもうデブだわチビだわだったから、そんなの絶対無理だから、だけどヒールだったら実力で上に上がれると思ったからね、初めからヒールを選んだ。いじめとか誹謗中傷を悩んでる方ってすごいたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、そういう人に伝えたいことはありますか。自分が悩まなかったからさ、悩まない方がいいよって言ったってそんなわけにはいかないのね。悩んでる人にはね、一言だからだよっていう風になっちゃうからさ、悩んでる人にはいくら声かけてあげても届かないと思うんだよね自分は。だけどもどんなことがあっても頑張れとは言わないけど、負けるなって自分はいつも後輩にも言うの。全然頑張らなくていい、ただ負けるな諦めるなって思うのね。今ここ何年か辛いかもしれないけど、来年になったら笑えるかもしれないでしょ。どんな転ぶかわからないわけじゃない。だから負けないで、今を負けないでほしいと思うんだよね。変われるから絶対と思うんだけど、ただ引きこもりの子とかよくいるでしょ。チャンスがあれば外に出れるんだろうと思うけど、チャンスって待ってるだけじゃなく、自分でも少しはちょっとチャンスを作ろうと思わなかったら厳しいと思うけどね。逃げてもいいけど負けないでほしい。頑張らなくていいかなと思うんだよね。学校に、ね、いじめられてても行かないって選択をなかなか取れない子もいると思うんですけど、うんうん、転校してればいいよね、うん、転校しちゃえばいいと思うんだよね、うん、その学校が嫌だったら、うん、でそこでまたいじめられたらまた転校しちゃえばいいんだよね、うん、中学まででいいでしょ、高校行かなきゃいいんだから別に、中学3年生まで我慢すればいいだけだから、どん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 転校しちゃって、うん、親に言って違う県だって違うところに行っちゃって周りから逃げちゃえばいいわけじゃない、うん、親にちゃんと言ってね、どうしても学校行きたくないんだ、嫌なんだここはって言ったら、親だってさ死なれちゃったら困るしさ、そんな自分ちの娘がね、息子がねいじめられたらもうこんないても立ってもいられないでしょ。引っ越してくれるし転校させてくれると思うんだよね。すぐ近くのところに引っ越すとさ、あいつあの高校でいじめられてたんだぞっていう風になるでしょ。ちょっと離れたところに行って逃げちゃえばいいよね。そしたら変われると思うんだよね。でそれでもまたいじめられたらだよ、ちょっと自分に何か問題があるのかな、自分がどうなのかなっていうのを少し自分のことを考えた方がいいよね。
同じことを繰り返すようだったら、一人でいいから友達ができればいいんだけどね。何人も作らなくてもいいから、一人だけ話せる友達がいたら楽だと思うんだけどね。ダンプさんにとってそれはプロレスの同期だった。同期ね、同期と一緒になって先輩の悪口言ってみんなでね笑ったりとかしてたから、その日その日をストレス解消してたから乗り越えられたけどね。誰もいないとね、やっぱり一人で沈んじゃうからね。何でも話せる友達が一人でもいたらいいよね。学生とか子供じゃなくて大人になってもみんなそうだけどね。今誹謗中傷でネットによるいじめも増えてますけども、どうやって自分を守ればいいと思いますか？見なきゃいいと思っちゃうんだけどね。見たら気になっちゃうんだろうからね、きっとね。でプロレスでも後輩の娘ね、木村花ちゃんが亡くなったでしょ、コロナがあったから友達と会えなくて一人でそう考え込んじゃって、そういうの読んで結局自分から命を絶っちゃったわけなんだけど、見て傷つくんなら見なきゃいいんじゃないかなと思っちゃうんだよね。自分なんか文句書かれてたらラッキーとかって思っちゃうね、何にも書かれないで興味もないんだったら文句書かれる方がいい、プロレスの仕事をしてる限りね。花さんのニュースを見られた時はすごいびっくりする、ね、びっくりびっくりよね。もちろんびっくりね。お母さんの方がよく一緒に試合でやってたしね、一緒に地方行ったりとかしてたしね、よく知ってるし。で花ちゃんもお母さんの売店っていうか自分のグッズを売るところがあるのね、そういつも隣だったからそこで売ってる。プロレスラーになる前の花ちゃんを知ってるから、プロレスやらないの、やります、今練習中です、もうちょっと来てデビューするんですっていうぐらいの時に知ってたからね。選手になったか会ったことなかったんだけど、会えてたら少しは変わったんじゃないかなと思うけどね。コロナで誰にも会えない時期だったでしょ、だから余計にガガガガガって入っちゃったんだろうね。耐えられないよね。逃げてもいいけど負けちゃダメだね、結局負けたんじゃんって思う人がいると思うんだよね。なんか悔しいでしょそういうのって、負けないでほしいっていうのは、自分自身にっていうこと。そうそうそう、逃げなさいって、どんどん逃げちゃえばいいのにって、嫌だったらやめちゃえばいいのにって、それは負けではないんですか？負けじゃないよね、逃げるのが負けじゃないと思うよ。そこで笑えたらいいんだから、自分が笑って幸せになるっていうのが一番の価値なんですね。そうそうそう、笑っていてほしいよね、本当。笑顔でいるのといないのだとね、全然違うわけだよ。朝起きて笑顔でいるのと暗くいるのと、みんなと友達で会った時に笑顔でいるのとブスツラしてるのとだと周りも違うじゃない、周りも全部変わるの、自分の笑顔だけで。いいんだよ、作り笑顔で、作り笑顔でもいいから、こうやって笑ってね、こうやってこういう風にしてれば、あ今日も元気じゃんってなるでしょ。だけどブツッとしてたら、えどうしたどうしたの、何かあったのって言ったら、こう暗い雰囲気がドドドドドドって入ってくるし、その友達にもあの子のところ行くと暗くなっちゃうんだって、いつも暗いんだもんってなって来なくなっちゃうでしょ、周りも。でドドドドって沈んじゃうじゃん。こういう風にした方がいいよなんて偉そうなことは言えないし、人様に言える立場じゃないし、だけど言えるのは笑顔でいよう、元気でいよう、これは自分がそういうふうにしてるから周りの人にも言える、誰かに相談できる人がいると違うっていうのは本当にその通りだなと、まあ親に何でも言えるんだったらいいけどね、別にね。本当は同じぐらいの年の友達がいれば一番いいよね。ぜひ皆さん悩まれた方とかは相談窓口たくさんありますので、そういうところに相談してみたりとか、ダンプさん、プロレスを見に来てください。あといいですね、会社員の人たちも上司に怒られてペコペコ謝ってるでしょ、それプロレス見てふざけんなとか行けとかバカ野郎とかで声出すっていうことはすっごいいいことなのよ、死ねとかって散々言われてんだけど、でもそうしたらこうストレス解消になるからね、ぜひダンプの試合を見に来てください。ありがとうございました。本日のゲストはダンプ松本さんでした。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた、ごきげんよう。